はい、始まりました。マニュアルセラピーの新番組、サタデーオステオパシーです。夜8時から日本とドイツに住むオステオパス2人が、オステオパシーはもちろんのこと、さまざまなマニュアルセラピーをテーマにディープなトークをしちゃう2時間のズーム番組となっております。お送りするのは、有限会社ジャパンオステオパシックサプライ、日本代表、日本代表取締役、日本オステオパシー学会会長の小島です。はい、そして長年ヨーロッパでオステオパシーを勉強して、現在はミュンヘンで独立開業するユージオステオパスです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今夜もですね、番組2人目のゲストをお招きしております。後藤カイロプラクティックオフィス院長で、2016年にリオ五輪ポリクリニック公式カイロプラクターを、されました後藤正弘 DC にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。招いていただきましてありがとうございます。はい、それではね、ちょっと正さんに挨拶として聞きたかったのは、その後藤カイロプラクティックってどこにあったかっていうのをちょっと聞きたかったんですが、どこでやるんでしょうか。日本ですね。日本の北ですか、南ですか。かなり北で、北海道は帯広市です。なるほど、はい。帯広市といえば、まあいろいろなスイーツだったり豚丼だったり美味しいものがたくさんあるところで有名なんですが、まあそこはちょっと置いといて、まあちょっとね、徐々に入っていきたいと思うんですが、まあ僕個人はね、ですけど、まあカイロプラクターってオステオパシーの兄弟だと思ってるんですよ。それをまあずっと僕的にはこう発信してるんですが、ね、というのも、まあカイロプラクティックの生まれたところっていうのが、まあアメリカ合衆国の、まあちょうどね、真ん中にあるアイオワ州っていうところでしたよね。そうです。そしてオステオパシーはそのアイオワ州のちょうどね、一州下にあるミズーリ州というところで生まれてるんです。そして、まあ、生まれたエリアは、まあ、もちろんのこと、まあね、生まれた時間というかね、そういう時期もそんなに差がないわけなんです。で、まあ、実際にね、カイロプラクティックを、まあ、僕が勉強したことっていうのは全くゼロっていうことで、まあ、今夜はですね、僕みたいな、まあ、オステオパスとかオステオパシーしか知らない人、まあね、そういう人たちが、まあね、後藤先生に、後藤 DC に、まあ、いろいろなことを聞いていきたいなと思っています。例えばオステオパスと似ていること、また違うところなどをね、まあ、ギャラリーの皆さんと少しずつ発見していきたいと思っております。そして同じマニュアルセラピーに属するカイロプラクティックとオステオパシーの特性や、ね、ちょっとしたエッセンスなどもちょっとね、不思議発見みたいな感じでしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、基本ね、今日も2時間ちょっとって言ってますけど、かなり押すかもしれないので、今日は長いんじゃないか。なので、まあね、ついてこれる人だけでよろしいと思います。そして、まあね、この今録画してるんですが、これも後で YouTube で出てきます。もしよかったら、ユージオステオパスという、YouTube チャンネルがあるので、そこで、まあ、1週間とか2週間後ぐらいには出てくると思いますので、ちょっと見てください。はい、でそれですわね、今夜のラインナップしてる6つのテーマはこちらになります。はい、1番目がカイロプラクティックって何っていう話をまずマサさんからしていただきたいと思います。そして国内のカイロプラクティック事情ってどうなってんのっていうのが2番です。そして3番が DC ライセンス、ドクターオブカイロプラクターのカイロプラクティックかな、ライセンスの更新するのに必要なこと。そして4番目に日本におけるカイロプラクティックの人材育成の事情とはっていうことについてもお聞きしたいと思います。そして5番目、カイロもオステオも論文を発表してみたらどうだろうかっていうことについても話したいと思います。そして6番目が後藤 DC からのオステオパスへの3つの質問。まあ、ここについては後で質問を出したいと思います。そして、まあ、最後の方にちょっとね、後藤 DC が何でもスイーツが好きだっていうことで、ちょっとね、帯広のね、一押しスイーツ何度もちょっとね、聞いてみたいと思います、ね。結構僕もお世話になってたり、僕の嫁とかもね、結構好きなところがあったりするので、
もしかしたらそれが出てくるかもしれないですね。はい。まあ、今回も各テーマ10分から15分ぐらいで話していって、あとはできるだけスムーティー形でいきたいと思います。はい、それではですね、早速聞いてみたいんですが、後藤 DC がカイロプラクティックに会ったきっかけってどんな風な感じだったでしょうか。私は父がカイロプラクティックをしてましたので、はい、生まれた時からカイロプラクティックの家庭に育てられましたので、はい、きっかけも何も生まれた時に物心ついた時にはすでにカイロプラクティックを受けてました。はい、結構まあ特殊といえば特殊ですよね。はい、そうですね。なので、そうですね、父ももう60何年現役でやってますけれど、65年か66年ちょっと忘れちゃいましたけども、はい、まあ、やってます。それでまあ、なかなか最初カイロプラスチックだとか言われていろいろあとプラスチックでできたカイロってどういうふうな温めるものなんだとか問い合わせがあったという冗談のような話が本当にあったらしいですけれども、そんな話を子供の頃聞かされてまして、ただ自分はですね、はい、カイロプラクターになるとは、なりたいなとは洗脳はされてたんですけども、はい、なりたいとは思ってなかったといいますか、他の職業を選びたかったんですよね。ですけれども父がものすごい威圧感のある人でして、うん、逆らうことは一切できず、はい、言われるがままですね。はい、まあでもそうするしかなかったっていうところはあるかもしれないですよね。はい、ただ一つですね、ですね、そのなりたかったっていうのが、中学校の英語の先生になりたかったんですよね。あ、でなるほど、英語を話せるようになればなりたいなっていう夢がありましたので、そこへ持っていって、はい、父がですね、アメリカへ留学しないかっていう話を持ってきたんです。それで、はい、カイロプラクティックの大学だったら留学させてやるっていう言いましたので、それで僕は正直その時すごく不純な動機でしたのでカイロプラクティックなんてどうでもいいからアメリカ留学させてくれと思いまして、はいはいはい、じゃあ行く行くってホイホイと乗ってしまったんですけど、はい、後で大バチが当たりました。はい、そのバチについては後で話してくれるんでしょうか、それとも今話してくれるんでしょうか。まあ、簡単なところ言っちゃいますと、はい、英語は生易しいものではないということと、はい、カイロプラクティック大学がとんでもなく厳しいところだったというか、勉強漬けの毎日になるということを、まあ、優秀な先生はそんなことはないんでしょうけど、私の場合は理系がとっても苦手でしたので、全てが苦手科目でしたので、はい、はい、全て地獄でした。ただ、ね、大学はですねすごくいい大学でして、はい、救われました。友達に恵まれまして、とてもいい出会いがありまして、入学してもう後悔はないと思いまして、この道に進んでよかったなと思わせてくれる大学に巡り合わせてもらえたことは感謝してます。あれ、後藤先生は最初にレントゲンかなんか学んでたんでしたっけ。はい、診療放射線技師です。それもですね、他の、理系の大学に進みたかったんですが、父がですね、今は資格の時代だ、いつかカイロプラクティックをやる人、やるようになって、もしかしたら資格があれば、自分のところで X 線写真を撮れるようになるんじゃないかということで、それだけの理由で3年間で、私もバカにして入学したんですが、ものすごくそこも厳しい学校で当時定員20名だったんですけれども、先生の目がすごく行き届きますので、とにかく厳しかったです。ただそこで揉まれたことですね、勉強の仕方というか、勉強を初めて一生懸命したのはその学校でしたので、後々の、パーマ大学、カイロプラクティック大学での勉強には役に立ちました。うん、はい、でそのさっき出てきた大学の名前が、はい、後藤先生の後藤 DC の、出身校ですか。そうですね、はい、まあまあ、そうです、
パーマ大ドクターパーマという方が、はい、創始者なので そこで作られた大学のカイロプラクティック大学の第一号、そのアイオワ州でできたというところですね。でそこの大学、うん、まあそれも希望は父が希望してましてうーん、カイロプラクティックの大学だったらパーマだろうというふうにして、で実はもう一個別の大学 の願書も ある先生からいただいて、どっちにするって言われて、僕よりも先に父がそりゃパーマでしょって言って決まってしまいますでも実際はどっち行きたかったんですか、マサさんは。どこでもよかったですアメリカに行ければいいんでしょ。アメリカだったらどこでもいいなと思ってますでもどっちに行っても罰が当たったと思いますそうなんですね。まあなんか今考えるとこう本当不純な動機で入ったっていうところが面白いなって思って、でもそうやって続けられるってことは後々こうカイロプラクティックの楽しさをやっぱり知ったっていうところはあるんでしょうか。入学してすぐですね、まあ、なかなか入学までも簡単には入学できなくって、カイロプラクティック大学入る前には一般の大学に在籍しなければいけなくて、90単位以上取らなくてはいけなかったんですね。それでようやく入学できたところがパーマ大学に入学できまして、でそこで、はい、最初に、まあカイロプラクティックには独特の、後ほどお話ししますけど、哲学がありましてその話を聞いた時にガーンと、まあ、胸を打たれたところがあったんです。それでなんていい大学に来たんだとで、本当に心から感謝できる大学に入れてもらったなと思いました、その時は。なるほど。その時はと言ってしまういやもうその気づいた時がそのタイミングだと思うんでいいと思いますで、まあじゃあ早速ね、その柱についてちょっと聞きたいんですが、ね、以前にお話聞いたときにカイロプラクティックには3本柱っていうのがあるんだよって、重要なものがあるんだよっていうのを聞いたことがあったんですが、ちょっとそこについてお伺いしてよろしいですか。はい、では、スライドを交えてお話しさせていただきますね。はい、お願いいたします。カイロプラクティックには33の原理原則があると言われてますが、時間の関係上、まあ、3本柱でまとめさせていただきます。で1つ目がですね、先ほどお話しました哲学です。そして、まあ、一つ目二つ目って順番どれも同じなんですが、芸術、そしてもう一つが科学なんです。この3つからできております、うん、で、私はですね、この三角形が正三角形になるべきだと思ってるんですね。でどこかに偏りがちなんです。哲学なら哲学、それから科学なら科学といって、どちらかに偏りがちなんですけれども、これは私個人的なのか、まあ、理想的には私はこれ全て三角形が正三角形のようになるように、均等が取れたところでカイロプラクティックと呼べると思っております、うん、で三本柱まずこんなところでしょうか。はい、他にこのまま続けてもいいんでしょうか。全然大丈夫です。お願いいたします。すみません。ちょっと長くなるかもしれません。大丈夫ですよ。これは私の、まあ、主観といいますか、そういう私の偏った意見も入ってしまっていると思いますけれども、最初に哲学からお話しさせていただきたいなと思っております。ですね、最初に先ほど申し上げました通り、カイロプラクティック哲学には33の原理原則が存在します、うん、ですけれども、ここでは割愛させていただいて、私はここでは哲学という表現を使ってますけれども、私はということよりもカイロプラクティックでは哲学という表現を使ってますが、私の解釈としてはこれはカイロプラクティックの心であり魂でもあると思っております。なのでカイロプラクティックには欠かせないものだと思います。これが欠けてしまうと、ただの手技療法、または手技でやってるだけのものになってしまいがちなので、絶対に外せないところではあると思っております。そしてですね、ちょっとこのまま説明させていただきますね。はい、カイロプラクティックは、まあ、カイロプラクティック大学では現代学とすごく対比してよく、なんて言うんですかね、ライバルでもないですけれども、なんて言うんでしょう、否定派なんですよね、どちらかというと、現代学の方を。完全否定ではないんですけれども、まあ、否定的な意見を持っております。
で、その違いというものところ、違いというところをちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。うん、まず現代学ですと、これはですね、まあ、考えてみるとどちらかというとデジタルのような考え方をしているんじゃないかなと思っております。で、短絡的な表現ですけれども、現代学では人の状態を大まかにこのように健康か病気というふうに分類していると思います。で、私どもに例えばですね、私どものお越しになる患者さんの中では腰痛で整形外科などに受診をして MRI などの検査結果で異常所見がなければ、痛み止めと湿布でしばらく様子を見てくださいと経過観察を進められるケースが非常に多いです。で、これはオステオパシーにも言えるかとことかなとは思うんですけれども、まあ、この経過観察というのは聞こえはいいんですけれど、別の捉え方をすると検査結果のに異常が出るまではそのまま放置しておいて、検査結果に異常が発見されるまでですね、そこで初めて治療が行われるというふうに私は思っております、解釈しております。一方カイロプラクティックはですね、人の状態をですね、両極端にこのように完璧に健康な状態とそれから病気の状態というのを両極端に置いておいて、で、人間の人の体の状態というのはその狭間にあると考えております。なのでカイロプラクティックは、アナログ的に考えているというふうに、私は解釈しております。このディジーズのラインが全てが、そのカイロプラクティックの要は適用というか、そういう感じですかね。ディジーズが、ディジーズ、真ん中のディジーズ。あ、そうそうそう。そうですね。病気と理想的に機能している状態ですね。その間にあるのを、その度合いはいろいろとあると思いますけれども、それで、あえてディス、イーズと分けているんですね。この状態の中に人はいるというふうに考えております。そしてですね、間違えちゃった。で、このディジーズですけれども、ディス・ダッシュ・イーズの方ですね、これは人の健康状態が完璧な健康でもなければ病気でもない状態である場合を言ってますけれども、カイロプラクティックの視点で検査を行って健康な状態へとベクトルが向くように私たちはお手伝いをさせていただいてます。で、これは症状の有無とかそういうものではないんですよね。で、もう一つですね、大事なところなんですけど、カイロプラクティックは別に症状ありき、病気ありきでそれに対して治療を行うというわけではないんです。症状があろうがなかろうが、大切なものというのが、ですね、次のスライドですね、病気を起こす原因を見つけ出して修正をするというところで、その引き起こす原因をサブラクセーションと僕らは呼んでおります。で、現代学ではサブラクセーションというとアダッキューになってしまうんですけど、これはカイロプラクティックの解釈ではまたちょっと別な意味で、椎間関節ですをはじめとするいろんな関節のところがうまく機能していない、関節が機能してない場所のところを言ってるんですが、これはざっくりとして言ってもらいます。もうちょっと本当は詳しく細かく言いたいんですけど、ちょっとそれ言ってしまうと話が時間がなくなってしまいますので、この辺にこれカイロ業界ではサブラクセーションは日本語になんか訳すっていうのは適切なものってあるんですか？ないです。サブラクセーションはサブラクセーションとして使ってます？はい、そうです。カイロプラクティック業界の中ではサブラクセーションのままですね。中には学校によってはフィクセーションですとか、これは共通言語として医療の共通言語としてフィクセーションですとか使う場合はありますけれども、あくまでも医療の共通言語として使う場合であって、カイロプラクティックの中ではサブラクセーションですね。サブラクセーションとフィクセーションっていうのは、はい、同じことを表してるって感じですかね？それともまた明確に分けてます？
はい、明確ではないんですが、最も大事なところをサブラクセーションと呼んでおります。修正すべきところですね、うん、ですからそこを絞っていくんです。フィクセーションを起こしているところはたくさんあると思うんですけれども、うんうん、その中でも大事なところを絞っていくんですが、それをサブラクセーションと呼んでおります、うん、じゃあ割とその中のフィクセーションの中のメジャーをサブラクセーションと呼んでいるっていう感じですね、はい、そうです。ただこれはテクニック、まあ、私たちにたくさんいろいろな技術テクニックの種類がありますので、そこのところでテクニックによってサブラクセーションの位置が違うんですね。ですから、うん、ここで一貫性がないといいますか、そういうところで科学性を疑われることはよくありますし、うん、エビデンスを出しにくい部分でもあります、うん、そしてそのサブラクセーションを修正することをアジャストメントと言います。でマニュピュレーションは医学一般的に、医療一般的に共通言語として使うときにマニュピュレーションですね。この場合はフィクセーションを、修正する場合もマニュピュレーションという言葉をよく使います。なので論文などではこのようにカイロプラクティック専門用語を使ってしまっては論文になりませんので蹴られてしまいますので、うん、かなり、哲学を折り曲げてですね、妥協してこの言葉をサブラクセーションでなくフィクセーションにしてみたり、マニピュレーションにしてみたり、そういう工夫してます。まあ、結局、うん、私の言いたいところはですね、哲学の中では、この病気を引き起こす原因ですね、病気が出る前にその原因を見つけて修正してしまうことによって実行治癒力がですね最大限に働くようにお手伝いさせていただくことが私たちカイロプラクターの使命であるということを思っております、うん、そして決してそこに対して治療を行っているわけではないんですよね。でこの治療ということもまあ、ただカイロプラクターのほとんどの人は9割以上は治療って言ってると思います、便宜的に。でここのところはちょっと英語と日本語の解釈もいろいろ違うと思うんですね。っていうのは英語で治療に相当するのはトリートメントですよね、皆さんもご存知です。でもトリートメントって日本語にすると治療になっちゃいますけれども、実際トリートメントって他にもいろんな、トリートっていろいろ訳し方ありますよね、扱うですとか、うん、ですからまあ、扱うっていう意味ではもしかすると、治療の意味ではなければ使っても間違いではないのかなとは思っております、うん、ただ治療という言葉はカイロプラクターが患者さんを治療するっていう言葉は私は適切ではないと思ってるんですね。論文とか何かでは治療という言葉を使うと思います。これはもうちょっと割り切らなくてはいけないところですね、うん。でなぜ治療という言葉を使わないかというと、自己より治癒力が最大限に働くように私たちはお手伝いをさせていただくだけであって、本当に治療をするのは体自身だということなんですね。なので体が自ら治療してくれるので、そのお手伝いをさせていただくっていうところに私は胸を打たれました。それでちょっとここを強調したかったんです、うん、いいですね。でちょっと長くなってしまいましたね。でまあ、この辺哲学はちょっともうちょっとあったんですけど、この辺にしておきますね、長くなっちゃいますねサブラクセーションについてもちょっとあったんですけども、神経系の機能を妨げる有害因子、まあ、この辺ちょっと後ほどオステオパシーの話伺いたいので、はい、その時にちょっと出していきたいなとは思っております、はいはい、ありがとうございます。次アートに行っていいですか。はい、お願いいたします。これ飛ばしますね。はい、アートじゃなかったかな、なんだろう、ちょっとこれ科学ですね。科学になってます。はい、科学になってます。科学です、失礼しました順番が科学ですね。で科学はですね、やはり私もちょっとランニングペーパーを見なければいけないですけども、このピラミッド型の、画像ですけども、これは皆さんよく目にしてると思います。上の方のシステマティックレビューに行けば行くほど論文としては根拠が高い、質の高い、論文がと評価されていると思います。で下に行けば行くほど、まあ、なんと質としてはあまり高くないということですね、まあ、このような
まあ、カイロプラクティックでも論文を書くときはこのような感じで、これを元にしております。そして、私もちろん先ほどの哲学も大事にしてますけど、科学も大事にしております。で、カイロプラクティックのアジャストメントですけれども、まあ、ここで言えば科学の場合は脊椎マニピュレーションという言葉を使って共通言語を使いますけれども、約100のレビューがあると言われております。で、そのほとんどが腰痛に関するもので、そしてその約半数がシステマティックレビューであるということをが、ですね、これ昨年私カイロプラクティックの科学の学会ですね、アメリカで開かれたんですけれども、そちらの方に参加した時に、研究者がこのようなお話をされてたんですよね、うん。これ日本でね、オステパシー系で、はい、まあ、日本の現状で、まあ、システマティックレビューって一個もないんですよ。で、カイロプラクティックは日本でもうシステマティックレビューっていうのがすでに存在してるのか、全くそこの領域まで論文的なものは育ってないのか、現状どうなんですか？私の知る範囲ではないと思いますね。やっぱりまだまだなんですね。はい、環境がやはり揃ってないと思います。もしかすると、うん、私の勉強不足で出てるのかもしれないので、出てましたらその先生たちには大変失礼なんですけれども私の記憶にはないです、はい。で、アメリカ発祥ですけれども、実際には現在ではヨーロッパ諸国の方がですね、総合大学などで大掛かりなリサーチが進められておりまして、この質の高い科学的根拠が学会あるいは論文などで発表されています。はい、でそんなところですね。でその時の、まあ、ちょっと去年出たんですけれども、参加した学会の一部ですけれども、まあ、ここではですね、アメリカの医師学会がですね、腰痛を対象にガイドラインを作成してるんですけれども、それにのっとった根拠に基づくカイロプラクティックの症例報告の作成について講演があったんですね。で、カイロプラクティックの独自の言語を医療業界の共通言語に置き換えまして、そして質の高い根拠作りを根拠を作り上げる過程について、それの中のシステマティックレビューを作成している先生がですね、実際に講演してくださいました。で、この方は私の母校に、出身校は違うんですけど、私の母校のところで、の研究所でずっとしばらくリサーチをしてくださって論文を書き上げてた先生です。現在は違うところに行って、このスライドの下の方にちょっと出てますけれども、そのユニバーシティオブアイオワですとか、デューク・ユニバーシティですとか、そちらの方で今研究をしているようです。ただこの先生からのアイディアで、カイロプラクティックの何ですかね、どういうふうにシステマティックレビューまで持っていくかっていうような、その手順を大雑把ですけれども、イントロダクションしていただけたということは大変貴重な機会だったなとは思っております。で、先ほど小島先生おっしゃってたように、まだまだエビデンスの構築というのは国内では難しい状況にありますので、これからの課題なので、何かこういう、せっかくこういうところに参加させてもらったので、これをアイデアにして、いつか、まあ、私の生きてる間にはどうなのか分かりませんけれど、その爪痕といいますか、足がかりになるようなものでもできればなとは思っております。はい、そしてもう一つ、今度アートですけど、まあ、ここは軽くいっちゃいます。はい、アートは、技術的なものですとか、あと治癒過程ですね、どのように治癒していくかとか、そのようなこと、また、あと手技を洗練することですとか、そのようなことを含んでおります。まあ、もちろん技術スキルアップしなければいけませんので、そうでなければ患者さんの回復に導けませんし、患者さんの回復のためにはその前の、科学的知識も最低限必要だと思う。最低限ではなくて、どん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 ブラッシュアップしていかなければいけないと思いますので、科学も必要であり、そしてカイロプラクティックの魂を忘れてはいけないということで、哲学も必要だということで、私は3本柱のこの3つの正三角形を今回例に挙げてお話しさせていただきました。ね、これ実際にこう最後にね聞いてたところ、2つ質問あったんですが、例えばこのヨーロッパの大学で、はい、まあ、リサーチが進んでる国っていうのはどこなんでしょうか？私もよく
きりまでは分かりませんけど、デンマークっていうのを聞いたことがあります、ね。ああ、デンマークなんですね。デンマーク聞いたことがありますね。あとはどこでしょう。ドイツも住んでるかな。ちょっとこれは。あと宝石されてる国もいくつかあると思いますので、はい、私もその辺、まあ、デンマークは必ずあの保税化されてるんですよね。あとスイスも、うん、スイスはまあ、なんていうんですか、レベル的といいますか、扱い、国民の扱い方、扱われ方というのが、カイロプラクティック、それとメディカルのお医者さんたちですね、MD の人たちと全く堂々だっていうことを教わりました。あ、教わったというのは、これ、私、スイスでスポーツカイロプラクティックのちょっと上級の方のコースを受講したことがあったんですけれども、その時にはスイスのちょうど会場だったためにどういう状況なのかって話を聞きましたので、その時にそういう話を聞かせていただいて、リサーチも進んでるようなことを聞いております。なるほど、はい、ね、英国なのかなと思って聞いてたんですが、全然でした ね英国もかなり頑張っていると思います。英国カイロプラクティックアソシエーション、それから英国にはカイロプラクティックの正式な大学がいくつか増えましたので、はい、ここ数年で増えましたので、これからとても期待のできる国ではないかと個人的には思っております。なるほど、はい、ありがとうございます。あともう一つ聞きたかったのが、そのさっきのカイロプラクティックの3本柱のところで、アートってところに、まあ、技術って書いてあったじゃないですか。はい、で、あ、ちょっとなんかこれ誘導質問みたいになってちょっと嫌なんですけど、まあ、日本だとどの三本柱のところに偏りがちなのかなっていうのが知りたかったです。私の印象でなかなか偏って、まあ、偏ってるとすると哲学に偏ってる先生も多くいらっしゃると思います。これはただ日本に限らず、なんて言うんでしょうね、アメリカでも、まあ、アメリカでは真っ二つ、どちらかというと哲学と科学に分かれることが多いんですよね。で、アメリカではその真っ二つどっちかに偏ってるっていうのが印象はあります。日本ではどうなんでしょうというか、私が日本のカイロプラクティック業界にそれほど携わっていないというか、関心を示してなかったっていうのがとても反省点でして、何かがあるとすぐアメリカに行ってしまうとか勉強したいとアメリカに行ってしまうというところがありまして、日本の状況を把握してないというところが反省点でして、まず国内を知りたいなと思ってた矢先にコロナのこういう状況でして、まあ、コロナのせいにしてはいけないんですけれども、まあ、今までのツケが回ってきたなと思いました。なるほどなるほど、はい、なんかやっぱそのすごいこうさっきのまあ、ね、ミニレクチャーを聞いてて、これカイロプラクティックってところオステオパシーにしたらそのまんまいけねえって思っちゃうぐらい、僕の中ではすごくこう降ってこう入りやすかったですね、オステオパスとして。つまりこうかなり似たところがすごいあって、どっちがどっちなのか分かんなくなるぐらいそういう錯覚を起きましたね。あ、そうですか。はい、小島先生どんな感じでしたか、聞いてみて。一応私はカイロプラクティックから入ってるの で、 ですよ、ね、まあ、カイロの哲学を踏まえた上でオステオパシーを学んできてるので、はい、まあ、大体共通する部分は結構あるなっていうのがあって、ただやっぱりどこに焦点を合わせてるっていうの優位性っていうのがやっぱり多少そのオステオパシーとカイロプラクティックとは違うところがあって、まあ、それぞれ面白い考え方があって、オステオパシーにはない考え方はカイロプラクティックもあるし、カイロプラクティックにない考え方がオステオパシーにあったりとかして、なかなかその双方でいいところがあるなと思うんですよね。ただね、レントゲン分析に関してはね、オステオパシー業界長くいますけど、まあ、全然カイロプラクティックの上です。まあ、ああいうレントゲンの分析する技術っていうのは残念ながらオステオパシー業界ではすごく簡単なものしか紹介されてなくて、あれだけ細かい分析をするっていうのはちょっとないかなと思いますね。うん、かなり
独特なものです。私も診療放射線技師から入っていって、撮影法もカイロプラクティックの撮影法は全く違いましたし、例えば上部頚椎に関する撮影の仕方でしたらすごく特殊なんですね。私もノイローゼになりそうなほど、ひどく難しい撮影法でした。一応ペーパー放射線技師ではあっても、大学病院で実習をしっかり積んできた私としては、なんでこんなに取りづらいんだろうというショックを受けたことは、経験はあります、ね。はい、まあね、その見たいところがやっぱり違うじゃないですか。でその見たいところが取れるようになると、まあ、ああいう指示になってくるんだと思うんですよね、カイロプラクティックってね。うん、そうですね。お医者さんたちは現代医学ではやっぱり病気探しですし、どこに病巣があるかですとか、だから多少の緩い側弯ぐらいでしたらこんなの正常だよって終わっちゃいますけれども、カイロプラクティックではその辺の、まあ、構造の面ではそういうところを重視して、分析をしますね。でテクニックによっても分析法が全く異なりますし、ただ最近の風潮としてはですね、先ほどお話ししました、昨年参加しました科学学会の方ではですね、エクセン写真というのは科学的かどうかということで議論がありました。でやっぱり、よくカイロプラクターの中でも、うちはレントゲンを撮ってるから、僕はレントゲンという言葉はあまり好きじゃないんです、放射線技師として。レントゲンって別の意味で本当は使うんですけど、まあ、一般的にはレントゲン写真って言いますのでレントゲンって言いますけれども、レントゲンっていうのは、まあ、撮ったら撮ったその時はいいかもしれませんけれども、これ私の考えですけども、例えばカイロプラクティックで基本的には立位で写真を撮るんですね。でも立位で写真を撮ってても、外でアジャストメント、なんて言うんでしょうか、まあ、マニピュレーションならマニピュレーション、共通言語を使わせていただきますとマニピュレーション、もうすっかり位置が変わってしまいますよね、重力が、変わりますと。ですからどこまでそれが正確性があるか、そしてそれたとえ1分前の写真がでも、もう過去のものは過去だと思うんです。人間は常に変わり続けてますので、もう1分後には違う人間になってると思います、うん。そこのところを調べていくには、それは科学的だっていうのは、写真を撮ってるから科学的だっていうのはちょっと私はどうかなって疑問に思ってたところ、昨年の科学学会ではやはりそういうところが出てきたり、あと、カイロプラクティックの世界大会、数年前、リオの2017年ですねに、参加した時にも、それを議論になった時にも、そこはちょっと科学的とは言えないんじゃない、言い切れないのではないかという意見もありまして、私もそこは納得しました、なので確かに分析は素晴らしいですし、それで良かった時代もあったと思いますけども、今の時代にそれがどこまで通用するかとなると、またそこはまた進歩しなければいけないところだと思います、まあ、その辺の考え方は私が学んでた頃とはもうなかった考え方ですね、そういう考え方はね。そうですね、私も大学に行ってた頃はそういう考え方も疑問に思うこともなかったんですが、臨床を行っている時にふと途中で疑問に思うようになったんですね、っていうのは、例えば1週間前の写真を見て、それを見て、まあ、もちろんその後に触診をするんですけれども、違った場所ですとか、その中で病理的なところっていうのはとても参考になります、ですけれども、それをカイロプラクティックの分析をした1週間前と、では1週間後もう1回写真撮るっていうのは、また被爆をさせるっていうことは、放射線技師の私としてはそれはとっても抵抗のあることですし、必要とあれば撮らなければいけない場合もあります。しかしながら必ずしも毎回毎回撮らなければいけないということも良くないと思います。その被曝のことを考えていきますと、日本では自分のところでお医者さんでない限り撮れませんので、他の病院にお願いをして撮っていただくことになりますけれども、だんだん信頼もなくなってくると思うんですね、そんなに被曝させてばかりいると、私もそれは先生が疑問に思うのも、先生というのはお医者さんが
そのように疑問に思うことも、理解できますので、うん、その辺はこれからどういうふうに変わっていくのかなというところが楽しみでもあります、うん、実際今病院でフルスパインで取れる医療機関ってあるんですか？ありますけれどもなかなか難しいですね。そうですよね。なんかもう私が学んでた頃はもうそのフルスパインで取ってみたいんですけどフルスパインで取れるところがほとんどなかったんですよね。だからそれが結構日本としてはまあかなりそのレントゲンを見ていくっていうのは若干厳しい環境なんだろうなっていうのは感じてたんですよね。そうですね。今でもあることはあっても少数派だと思います、うん、やはり病院としては病理を見つけ病理的な問題を見つけたいところに焦点を置いてますので、うんうんうん、あえて全体を取るというのは側弯症でない限りそうですね取りたがらないと思います。まあ、保険の適用にもならないですもんね。そうですね。そうなっちゃうとそういう問題も出てくると思います、うん、であとはまあ自費でそれでも取ってもらいたいという方は、うん、それで取ってもらえる医療機関があれば、うん、撮影は可能だと思いますけれども、うんうん、ただ技師の立場とすれば頸椎と骨盤のところと条件をいろいろと変えていかなければいけないのでその辺の技術っていうのがウェッジっていうちょっと鉛を入れてみたりだとかいろんな技術を使わなければいけないのとカイロプラクティックは基本的に立位で取りますので立位で取るっていうのは現代医学ではあまりないんですね。側弯症の時以外はなのでそこは技師泣かせですしいろんな病院頼んでもそこがネックとして断られたこともありました、うん、過去には相当前ですけどねもう20年くらい前なんですが、うん、この X 線に関しては、まあ、オステオパシーでは使わないことが、まあ、ほぼ使わないんですが、ね、その他の部分ってやっぱりねこうオステオパシーとすっごい似てんだって本当に思って聞いてて実際にね僕の大学ではこうやっぱねなんていうんですかねオステオパシーが好きだからこうカイロプラクターをこう敵として見てるところがあったんですよ。で実際に僕の先輩とかでお前ユージな聞いてるよってオステオパシーっていうのは、まあ、正統派なんだと正統派で、まあ、言ってみるところの、まあ、スターウォーズのジェダイみたいな感じなんだよな分かるだろうみたいなカイロプラクターっていうのはシスだからなみたいな感じになってシスっていうのはこうねなんかね邪悪なこう暗黒のこうジェダイ騎士みたいなやつがいるんですけどまあそれと例えてこう言われたことをまあまああっちは酔っ払ってましたけどねその時はねでもそういうことを題にしてちょっと笑った部分もあるんですよ。で実際に僕が聞きたかったのは、ね、例えばコト DC が大学パーマ大学行った時にこうね、オステオパシーお前どう思ってんだよみたいな話とかってなりました？はい、まず私はオステオパシーを知らないままアメリカ行ってしまいましたけれども、はいはいはい、行ってしまうとオステオパシーはほぼメディカルドクターだったんですね、はい、なのでメディカルドクターとオステオパシーの違いが DO と MD の違いというのは分からないぐらいで特に、うん、私はインターンをミシガンでしてましたけどミシガンのデトロイトちょっと大きな町に行きますと電話帳がご存知のようにすごい分厚いですね、イエローページ、はいはい、今でこそ電話帳って多分ないと思いますけども、ま、その電話帳で見ますとオステオパシーの欄を見ますと DO の欄を見ますと皮膚科のオステオパスがいたりオステオパシーの先生 DO がいたりですとか何でしょう内科の先生がいたりですとか、うん、まあだからどう違うんだろうって MMD とどう違うんだろうっていう違いがありました。であとは授業の中ですね大学時代にあれは卒業1年くらい前にカイロプラクティックの歴史の時間か何かでそのドクター・スティールとドクター・パーマーのやり取りの話がチラチラチラっと出てきたんですね、うん、でこういうやり取りがありました。やはりカイロプラクティックしかも私の出たところって発祥校ですから皆さんみんなクラスメートはカイロプラクティック一本でやるぞっていう
カイロプラクティック is number one っていう気持ちだけで入ってきて、はい、すごい気持ちが強いので他は全部排除するぞの勢いだったんですね。で私も洗脳されてましたからその時は、はい、あそう思わなきゃいけないなと思ってすごく洗脳されて何も疑いなく聞いてました。で、まあ、後ほどちょっとご質問させていただきたいんですけど、まあ、ちょっとそのことでカイロプラクティックとオステオパシーの違いはっていうところで、そうですね、どっちが何が大事かってどこに着目してるかっていうところですね。そういうようなお話が出てきて、はい、でやはりオステオパシーに対する批判的な意見をする同級生は多かったです。ただですね、私はその時感じたのはやっぱり MD とほとんど同じことをしているので、もうオステオパシーは哲学がなくなってしまったので MD に吸収されてしまった、はい、そうなるとカイロプラクティックがだんだんと、まあ、これは最近の話ですけども、だんだんと哲学がおろそかになりつつあるのではないかという危機感も出てきているんです。でそれがなくなってしまうとオステオパシーのようになってしまってで、いずれはメディカルに吸収されてしまうのではないかという危機感を持っているアメリカのカイロプラクターも多くいると思いますし、逆にそんなもの今までの哲学なんて捨ててしまって何が大事なんで患者さんが大事なんじゃないかっていうふうな考えの方もいます、まあ、そこでちょっと、まあ、一枚手当てはないなっていうのは私の感想ですね、はい、そうですね、ありがとうございます。もう結構この1回目の1項目でもう55分ぐらい話してるんですけど失礼しました。なのでちょっと2番目に行きたいなと思って巻いていきましょう。そうですね、あとでちょっと休憩取ろうかなと思ってます。結構これね長くなりそうだなっていう感じがあるので、ついてこれる人だけついてきてください。はい、でそれではですね、2番目に行きたいんですが、はい、そうなの、国内のカイロプラクティック事情っていうところにね、ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが、ね、はい、今のね、日本のカイロプラクティックっていうのはどういう状況なんでしょうか。日本は法制、先進国の中では唯一法制化されてない、カイロプラクティックが法制されてない国なんですね。で、はい、ここもちょっとスライド出させていただきますと、はいはい、どうぞ。ちょうど日本の現状というところからですね、うん、これも長くなっちゃったらすいません。大丈夫です。ですね、日本の現状は法の規制がないということですね、うん、で、一応カイロプラクティックには世界基準の教育っていうのがあるんですよね、うん、で日本はその世界基準の教育が浸透しているかといえばほぼ浸透してない状況に置かれております。で現在ですね、世界49カ国ってここに書いておりますけど、49 の、 地域と国で法制化が実現されております。で日本は唯一本先進国の中では法制化されてないです。ということで、誰でもカイロプラクティックまたはカイロプラクターと名乗ることができてしまうんですね。で中にはですね、一生懸命別に国際基準の勉強してなくても一生懸命個人的に勉強されて科学的なことも勉強されまた技術も持っていらして、で哲学もしっかりと心に刻んでる先生もいらっしゃいますから、実力のある先生はいらっしゃいます。ただ法制化ということを考えていきますと、それではやっぱり良くないなと思うんですね。どっかで一線を引かなくてはいけないところがあると思います、まあ、ちょっと話が一回逸れてしまいましたけれども、誰でもカイロプラクターというふうに名乗ることができることで、その結果ですね、十分な教育システムが整ってないためにですね、事故の多発ですとかマッサージもどきや、それからですね、驚くことに多分世界にはないと思いますけど、美容カイロなどと真の姿を逸脱してしまって普及をしてしまっているというところが私は驚きです。
アメリカに行って美容カイロなんて一度も聞いたことないですし、あのやってる先生もいないですし、そんなセミナーどこでも聞いたことないですし、少なくとも、免許更新に後ほどお話しするかもしれませんけど、免許更新に必要なサインとして認められるセミナーとしては、はい、まあ、それ以外でも見たことないですね、美容っていうことは、なので、まあ、ちょっと驚いた状況、日本ではかなり違う状況で、あの普及されてしまってます、なんか日本だと小顔矯正とかってあって、すごい圧力をかけてるよね。何矯正ですか？小顔矯正。あ、小顔矯正、そうですね、あの多分西洋人の方はもともと小顔なのか、いや、そんなわけでもなくて、なかなか大きい人も顔がでかいから日本だけ流行ってるのかなですけど、あの小顔矯正とかそんなことはないです。まあそれがいいか悪いか別として、カイロプラクティックとしてそれが小顔矯正が含まれるかどうかということで言えば、そんな勉強はしたことはないですし、勉強したするような場所もないです。海外ではないです。あと、そんなこともあって、ほぐしカイロってあのアメリカでは勉強するんですか？ほぐしですか？はい、ほぐしカイロ。ここにもちょっと先に出しちゃいましたけど、あのちょうどタイムリーに出ましたね、はい、あの凝り固まった心と体をほぐしますっていうような、これあの地元のタウン誌です。もうカイロサロンとか書いてますけど、ほぐしなんてやりません、一切しません。なんでかい、あのほぐすことは悪いことじゃないと思うんです、はい、癒してください。ですけど、そこにカイロだとかカイロプラクティックだとかそういう名前をつけられると、私としては本当に迷惑です。私としてはというか、カイロプラクティックを真面目にしているものとして見れば、とっても迷惑なお話です。で、なので、まあ、こういうようなのがタウン市にはもうザラにありますから、この北海道帯広市という田舎ですらこういうのがあるということは、大都会の東京ではどれぐらいあるのかなって私は想像を絶するものじゃないかなと思っております。あとですね、あの世界基準、あの国際基準を満たしてますとかいう人もいます。ちょっとやらしいですけど、いっちゃいっちゃえ今日はぶっちゃけの年末スペシャル、ぶっちゃけスペシャルです。あの帯広はあの北海道の中でも十勝地方と言われているところでして、その、まあ、いろんな周辺の地域ありません、ね、細田先生のご出身の足寄町も十勝の一つですよね、はい。その十勝で唯一の国際基準を満たしたカイロプラクティック理学士がサポートします。で、ほう、唯一なんだって。私この方知ってるんです。会ってもいます、お話もしてます。ですけれども、あの私がバーマ大学を卒業して免許を持っていることも知ってますし、いろんな相談も受けたことがあります。でもいざ広告を出すときはこういうことを出しちゃうんですね、がっかりしてしまいます。そして何でもかんでも英語にすればいいのかなと思ってしまって、あの自己満足して英語を載せればそれっぽく感じるんだろうなと思いきや、この施術のところアジャストメント D が抜けてます。抜けてますね。施術ですかね、アジャストメントって。これ私もちょっととっても気になります、うん、次美容がビューティーですで、トレーニング、そして癒しに関しては、ここまで名詞なのに癒しはリラックス。何でしょうか。リラクゼーションじゃないんですね。そうですね。あ、でも読んでる方はそっちの方が入っていきそうですけどね。リラックスの方が、リラクゼーションよりは。十勝で唯一の国際基準を満たしたカイロプラクティック理学士が脇毛脱毛をするんですよ。本当だ。12月限定で脇毛脱毛。俺も行こうかな。500円ですよね。そうですね、安いかなと。そんな話じゃないですよね。ごめんなさい。本当に私直接あのこういうふうに言ってしまうのは、直接お伝えしてそれはおかしいんじゃないかっていうふうに言ってても、はい、その時はとっても、あ、そうですね、軽率でしたって言いながらまた同じこと繰り返しちゃってるんで常習だね、常習。ちょっとダメだな、あ、ちょっとじゃなくてかなりいけないなって思ってしまいます。まあ危機感、こういう人たちがカイロプラクティック、まあ、いかにも本物っぽく広められてしまうと、あ、何カイロプラクティックで脇毛剃ってくれるのみたいな、脱毛してるのそんなことありますよね。困りますし、これカイロプラクティック理学士っていうのはどこの国なんですか、この理学士つくの。某オーストラリアの、
オーストラリアの提携してたところではないんですよ。違うんだ。違うところ、違うところですね。ちょっと怪しいですね。まあ英語間違えますからね。スペル間違ってるんでちょっと怪しいですね。なおさらね。もうその時点で、しかも私指摘してるんですから必ず D を入れましょう。接頭語に AD って入れることによってそれは必ず意味があるんですよってその説明もしてますけども間違ってます。まあちょっとすみません、時間が長くなってしまいます。はい、すみませんすみません。行きましょう。で、すみません、カイロプラクティックのみならず、オステオパシーもいるんですね。オステオパシー。はい。この方、ヨーロッパでは国家資格となっております。うん、ヨーロッパってどこだろう。ヨーロッパで国家資格となってます。どこでしょうね。そして、これはカイロプラクティックだけではなくて、オステオパシーに関しても、こういうひどい状況になってしまってますので、はい、とても、危機感を持たなければいけないのかなという、これが日本の現状ではないかと思います、うん、日本というところはやはり法律がないために何でもありの国になってしまっているので、うん、やはりどっかで一線は必要なんだと思います、うん、この整体院って書いちゃうっていうのがなんか本当にオステオパシーの哲学をちゃんと学んできた人なのかなって、やっぱそこ引っかかるんだよね。いつも学んでないから書いちゃうんじゃないでしょうかね、うん、私はオステオパシーについて知らないのよく理解してないにしても、おそらくこういうことすごく侮辱してる行為じゃないかなと私は思ってるんですよ。自分の宣伝文句に使ってしまって、これが日本の現状じゃないかと思ってるんですね、うん、なので、まあ、カイロプラクティックにしろオステオパシーにしろ、かなり海外とは大きな差があるね、できてしまってるんじゃないかなっていう危機感を持っております。なんかもうこれ聞いてて、なんかこうドイツにも結構あるんですけど、中華屋なのに寿司とかピザ置いてる店とかあるんですよ。なんかちょっとそれに似てるなと思ってて、もう脇カイロプラクターなんだけども脇毛処理しますよとか、国際基準よとか、もう要するにこうニーズがあればやりますよっていう感覚なのかなっていうふうに思いましたね。そうですね。なので何でもありなんでしょうね。はい、まあ、ここでもしかすると食べ物とかも提供するかもしれないでしょう、ね。ですよね。もう終わっちゃいますよね。はい。まあちょっと、まあ、こんなところが私の言いたかった日本の現状でした。うんうんうん、ちょっと話が長くなって申し訳ありません。大丈夫です大丈夫です。これ結構ね、こう地元だけにこう衝撃的ではあるんですよね。実際にそういうなんか。そういう載ってる雑誌とかって僕あんまり弁通したことないんですけど、結構これ僕らの目線から見ると面白いところでたくさんあるなとは思うんですよね。でもこうなんか侮辱してんのかっていうと、なんか侮辱してはいなさそうな気がして、こうやりたいからやってんだよっていうふうにしか見えないんですよね。で、うん、別にそうやってもまだいい国だっていう、そのグレーなところがたくさんあるので、そこがやっぱりね、そのポイントをつけてないのが僕らの弱点でもありますよね。そうですね、うん、なんかこうカイロプラクティックにしろオステオパシーにしろ、うん、国際的にこうちゃんとした哲学を持った、うん、世界共通の学問だと思うんですよね、うん、ただそういう国際的なことに目を向けないで日本国内でまあ、自分が生きていけるだけ、まあ、なんとかそういううまいこと書いてっていうのが多分両方オステオパシーもカイロプラクティック業界もそういう人たちがいっぱいいるんだと思うんですよね。その国際的な枠組みから考えたらものすごいその専門職を侮辱しているとは思うんですよ。じゃああなたは何をやる人なんですかっていう時にカイロプラクターです、オステオパスですって本当に言えないような状況になってきてるんだなと思うんですよね。まあそれは多分日本のこういう法規制がないし、じゃあ、オステオパシーなんか知名度も低いので、まあ、オステオパシーって書いてやっていけるだけの、まあ、知名度がないっていうので、まあ、こういう書き方をするんだと思うんですよね。ただそのやっぱり世界的に決まってる基準とかそういう共通言語とかっていうのをこう変えてしまうっていうのはやっぱり日本の発展としてはすごいマイナスだと思うんですよね。そうですね。悪化の一時ね、ちゃんとそこの国で発展していけなくなりますよね。なんかごちゃごちゃになって。
そうまあ、その話はちょっと3番目でちょっと話したいなと思ってたんで、はい、それをまた後で話すと思うんですが、あと聞きたかったのが、はい、カイロプラクターのMCAT とかってそういうその話聞きたかったんですけど、これ右あいいですよ、あの MCAT とかはないです。なるほど。外国人に対して、まあトーフルを受けなければいけないとかそういうことはありますけれど、あとは、大学カイロプラクティック大学に入学する前のには他の大学で9単位例えば有機化学6単位、無機化学6単位、生物学何単位、まあ、心理学何単位とか、まあ、そういう必修科目を含めた90単位、最低90単位でも124単位まで取れば BS デグリー、学士号をもらえますから、はい、大体の人たちは4大出てるんですよね、うん、で4大出てても例えば文系の大学出てる方は多くの方は有機化学を勉強してませんから、別の大学でまた有機化学を取り直すとか、うん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 、そういう形で入ってきまして、MCAT を受けることはないですね、うん、日本から行く場合って日本の大学の単位っていうのは認められるんですか、はい、向こうで。はい、そういう、世界、日本に限らず世界中の大学の単位を互換してくれる機関があるんですよね。でいくつか何社かありまして、大学の方からその指定した会社の方に直接大学からですね送ってもらうんです。それを英文に直してどういう内容を勉強させたかっていう教育内容をその機関に送ります。 そこで今度単位が何単位に相当するかというのを、換算してくれまして、であなたは何単位足りませんよっていうのを今度は、まあ、例えばカイロプラクティック大学ならその大学から私の方に伝えられるっていうような形式になっております。うん、ちょっと補足しますと、MCAT って何ぞやってことなんですけど、MCAT ってこうアメリカでこう例えば、カイロプラクティックではないこう例えばこう MD とか DO とかってそういう医学の大学に行くときに、医療大学に行くときに必要な、こうなんていうのかな、センター試験じゃないですけどそういう試験があって、それである一定の得点を取らないとその合格点には至らないってことで、入れないっていうのがそこでこうある程度決まってしまう基準のことです。であともう一つ聞きたかったのが、そのねアメリカの、まあ、パーマー大学でこういつからテクニックを教えていただいたりして、あとこう どこまで練習できるのかっていうそういうのってありますか。はい、ですね、テクニックが入るのは1年目すべて合格した後ですね、2年目、まあ、全部で10学期4ヶ月を1単位にしまして10学期があります、はい、で3学期が終わった時点で1年が終わります。ストレートでいけばですね、はい、でうまくいけば4学期目からテクニックが少しずつ入ってきます。触診が入ってきたり、触診が入ってきて、それから技術的なものが少しずつ入ってきて、で併用して臨床医学的基礎、基礎医学から今度臨床的な医学的な知識も一応ドクターをもらうためには診断ができなければいけませんので、その辺は医学部とほとんど同じです。そういう勉強をしてなので、そこでテクニックをまず勉強します、はい、そして、テクニックの場合はですね、必修科目は学校によって違うんですけれども、はい、まあ必修科目がありまして、その、まあ、例えばその必修科目何でもいいんですけど、その技術的なものは一通りいろいろ勉強します。いろんなテクニックを勉強してきます、はい、そこで、合否を決めるところですけれども、実際にまあスラストっていうのは何て言うんですかね、一般的な人たちにも通じる言葉でよろしいんですか、ね、はいはいはい、スラストは加えてはいけないんです。というのは、その学校の学生であって、免許を持ってないからなんですよね。なのでスラストはしませんので、はい、スラストするギリギリのところの形ですね、形を見て先生がこれならいけるっていうのを判断してくれます。いわゆる寸止めってやつですかね。寸止めです。
なるほ寸ど。止め以上やってしまうと大変なことになってしまいます。もしお互いに練習をしてしまったり、昼休みとか学内で練習をしてしまって、寸止め以上のことをしてしまったところを、もし見つかってしまったとすると、退学させられる可能性が高いです。退学。というのは、免許を持ってないのに、無免許でしてしまったということですね。なるほどね。で、その後、8、9、10、最後の1年間ですけども、病院実習が入ります。病院実習と、併用して、他の学問もありますけれども、ほぼ病院実習があります。で、その時には300人の患者さんを見なくてはいけないんですよね。で、病院実習の中ではもちろん普通の、今私がやってるようなカイロプラクティックのスラストも含めて、すべて、まあ、問診もすべて含めてですけど、問診触診ですとか、いろんな所検査、すべて含めてですけども、カイロプラクティックの技術的なものも完全にできなければいけないんです。で、それはなぜしていいのかというと、クリニックに、病院実習に入った時に、担当教官の免許を仮にあお借りできるという特例措置が降りてるんですね、教育機関には。なので、そこにいる間は担当教官の目の前でやることによっては例外ですよということで、そこでしっかりと、カイロプラクティックのケアができなければいけないということで判断されます。で、そこでうまくいかないと患者さんも来なくなってしまいますから、卒業までに300人見なくちゃいけないので、で特に私が住んでたところは田舎ですし、またマンモス校ですから、競争率が激しいんですね、患者さんの取り合いの。なので、みんな技術、スキルアップと、それからコミュニケーション能力、その辺がすごく問われるんですよね。で、私は、まあ、その辺はちょっと話が長くなりますから、ここで一回止めておきましょう。なんかもう寸止めって聞くと、マジかよって僕ではなっちゃったんですよね。っていうのは、まあ僕の学校はイギリスだったんですけど、まあ普通にこう治療バッキバキやってましたからね。練習とかもそうですし、こうちょっと練習したいから、ちょっと後ろの教室でちょっと練習しようよって言ってするのは全然 OK だったんですよ。なので、ちょっとね、僕のオステオパシーの感覚から見ると、すごいこう、なるポイントでしたね。実際、私もってなります。こんな寸止めで、病院実習で300人見ろっていきなり言われて、成功するわけがないじゃないのって思いました。でも、成功しないと卒業できないんですよね。やっぱり患者さんが少ないがために、それまで成績優秀だった人たちが留年していくっていうケースもたくさんいましたので、私もすごく焦りました。なので、今日はぶっちゃけトークの日なので、ぶっちゃけじゃないけども、お願いします。やっぱりみんな上手くなりたいので、学校内ではありませんけれども、友達の家に行くと、カイロプラクティックテーブルの先輩から譲り受けたような古いのがあって、ありますね。代々のやつですよね。そこでみんなで壊し合いながら、最初は下手ですから壊したりとか、まあ、修正した上手な方人は上手ですし、そこで練習をして技術を上げていって、何もしてませんよって顔して、まあ、学校の先生も当然そういう道を歩んでると思いますけれども、まあ、先生という立場ですから、そこは涼しい顔して見逃して、そして まあ、そういうことでもしないと技術がアップしませんので、隠れてこそこそやってました。まあ、でも日本基本そうです的よね。に、まあ、普通にスラストやってますね。日本は逆に法律がないがためにそうです自由にね。できて、その点はいいところではないでしょうか。ああ、そうですね。で、練まあ、習が自由にでき海外のオステパシー大学でも普通にスラストしてるし、まあ、る。日本でも直接法としてスラストを教えてますね。ただね、日本の場合、オステパシーの場合って、意外にスラスト嫌いっていう人もオステパシーの業界に入ってくるんですよ。スラストが嫌いだけど、オステパシーは違う、なんかいろんなテクニックがあって、別にスラスト私は使わないかもしれないっていうような人もいっぱい来てて、まあ、そういう人と
カーっていうのはすごい消極的なので、そうするとあんまり真面目に練習しないですよね。まあ、ほぼほぼ見てるとこの人は一生スラストできるようにならないだろうなっていう人いっぱいいます。でもまあその先行するテクニックによってはスラスト私一生使わないっていう人もいますので、まあそれはそれでね、まあしょうがないんだろうなと思いながら。それはカイロプラクティックにも言えまして、スラストの全くないテクニックも存在しますので、その場合も試験では寸止めです。例えば器具を使うようなものですとかも、それも寸止めで行います、そして実際にはあの器具を使うものは使いながらやっていきますけれども、まあ、それも練習ですね。こっそりと練習します。いずれにしてもスラストしないものも結構カイロプラクティックも意外にたくさんあるんですよね。で、私が最終的に大学では勉強できなかったんですけど、インターンの時にやってた時はスラストの全くないものを選びました。それはスラストが嫌いだからではなくって、その効果の素晴らしさにその当時は感動してしまいまして、こんな少ない力で歩けないままクリニックに来たおばあさんが帰るスタスタと歩いて帰ってったってどういうことっていうような、そうですよね、まあ、と私もこの奇跡を起こしたいっていう気持ちが強くなって、それを一時期すごく熱心に勉強してた、卒業間近の頃はしてました、ただスラストの方はスラストの方で、またそちらはそちらで、いつでもどこでもできるようにですね、場所を選ばずにできるとなると、そちらは必要不可欠であって、後にその時はまだスポーツに関わるとは思ってなかったんですけれども、スポーツに関わるようになりましたら器具も何もないとなると、僕らはやっぱりスラストすることが多いですので、その時には役に立ちました。実際にオステオパシーとかでも、まあ、海外の、まあ、テニスだったりとかサッカーだったりとか、まあ、試合中にオステオパスが介入してやってる時はほぼスラストを使ってることが多いですよね。そうですね、もう時間内で何とかして復活させなきゃならないっていう時に、まあ、マッチのテクニックを使うっていうのは、まあ、ありえないですよね。当該もないですね、当該もないね。そんなんだったら多分採用されないもんね。ちょっと1時間待っててありえないですかね。ありえない、ありえない、寝ちゃうよね。観客寝ちゃいますからね。だからね、やっぱりオステオパシーも基礎的なテクニックとしてスラストはやっぱ含まれてくるので、できないとダメだと思うんですよね。まあ、できた上であえて選択しないっていうならいいんですけど、まあ、日本の場合はできない、ほとんどできないですよね。だから選択しないじゃなくて、まあ、初めから好きじゃないしできない、だから一生できないっていう人がかなり多いと思うんですよね。それが現状かな。そうですか。あ、でも結構ヨーロッパにもいるんですよね、嫌いな人、スラストが嫌いな患者さん、それからスラストが嫌いなオステオパスでもいるし、いるいる、それでこう私は当該に来ましたっていう人も結構多かったりするんですよね。BSO 4年間、スラストやってくるでしょう。そうです、もう壊れるぐらいやりますね。BSO 出てもスラストできない人って結構いるじゃない。俺がねびっくりした。いるいる、あんまりこう体を使い方が苦手な子とかいるじゃないですか、特に小柄の女の子とか、力任せでいける男の子はそれでいけばいいけど、でも、もう後々にね、やっぱりテクニックって力任せだと体にすごく負担がかかっちゃうのはもう見えてわかるじゃないですか。なので、まあ、そこでこう技術を伸ばさないといけないんですけど、まあ、でもどちらかというと、ね、ちょっとね、女性で多いかなっていう傾向ありますね。そのアジャストを嫌いというかね、HVT を嫌いとするっていうのは、ね、結構女性ですね。コメントが入ってきてますね。なんかだからもうアメリカとか日本だけじゃなくて、これ世界的なもんですよね、これってね。だと思いますね。はい、ではそれですわですね、3番目に入っていきたいんですが、この
DC ライセンス、ドクター・オブ・カイロプラクターライセンスの更新ってどうしてますかっていうところについて、ちょっとね、ことを DC からお聞きしたいんですが、更新なんぞはこうしなきゃいけないもんなんでしょうか。はい、してます。はい、そうですね、してた週もあります。もう更新やめちゃった週もありますというのは更新料がかかってしまいますので、はい、で、まあ、ちょっと、まあ、ここの週はもういいやっていうような、週によってレベルも違いますし、試験の問題ですとかいろいろあるんですね。で、はい、まあ、何週も持ってても本当に毎年毎年更新料だけでもバカにならないので、はい、私は絞っていきました。で、現在は私はカリフォルニア州の免許と、あとはオーストラリアの免許を持っております。で、うん、国によっても違いますので、更新はしております。で、カリフォルニアの場合は必ず毎年24単位24時間以上の研修を受けなければいけないんですけど、その中にも条件がいろいろありまして、はい、なんて倫理ですとかカリフォルニアの法律ですとか、そういうことも勉強しなくてはいけないですし、まあ、開業するため の免許更新ですから、それからもちろんテクニックだとかそういうことも勉強しても構いませんし、何が何単位、何が何単位、そういうのが総合で24単位を毎年取って更新料を納めております。オーストラリアに関しては、継続教育の義務はないので更新料を納めるだけで終わっております。なるほど。更新料っていくらぐらいですか。アメリカ、カリフォルニアはですね、どんどん上がって313ドルになります。毎年。毎年です。最初は150ドルだったんですけども、うん、一気に250ドルになり、またちょっとずつ上がって今は中途半端な313ドルですね。他に研修代も別ですから、好きな研、いろんな研修受けるたびにお金払わなければいけないので、うん、免許を維持するにはお金がかかってしまうなっていうのと、まあ、仕事も休まなければいけないので患者さんにもそれだけ迷惑をかけてしまうっていうところはちょっと心苦しいところではありますが、うん、とっても難しかったんですよ、正直言って。私にとっては、うん、なので、なかなか失いたくない免許でありますので、もう二度と受からないだろうなっていうような高等諮問でしたので、それは捨てたくないなと思ってキープしてます。オーストラリアに関してはそんなに苦ではなかったので、まあ、一応2つの国で取っておけばいいかなぐらいな気持ちでここは残しておこうと。いつか日本で法制化された時にどっかの国の免許を持ってれば何か融合してくれないかっていうような甘いことを思って30年間全然変わりませんね。もう日本は本当他国のライセンス一切認めないっていう方針ですからね。そうですね、はい、もうそこはもう何十年も全く変わらないところですね。そうですね、はい、でもなんかライセンス料金で意外と僕的には安かったなと思いました。っていうのは僕の英国のライセンスはこう英国でやってる人間は550ポンドってこう日本円にすると6、7万するんですけど、で僕はこうイギリスの免許を持ってドイツでやってるっていう人間なので、ちょっとお安くなって350ポンドだから4万から5万ぐらいの、まあ4万5000ぐらいかなってぐらいで終わるんですけど、でも313ユーロっていいなってちょっと思いましたね。そうなんですね、うん、これからではお得感を感じながら。そうです、そうです。継続教育の受講義務ってはないんですか。あります、あります、もちろん。なんかここ2018年からかなりこう厳しくなりまして、昔だと1年に30単位取らなきゃいけないっていうもので、まあそれであれば以前であればこうテクニックとかそういうのを新しいのを勉強したりしてとか、リサーチをしてる人とかレクチャーをやってる人であれば30単位分やれば OK ですよだったんですけど、こう今回のこの2018年から変わったやつになると、今度いろんなこう項目が課されてて、3年に1回更新すればいいってものなんですけど、それが70単位だか90単位あって、
そのテクニックだけでは更新できないんですよ。テクニックの他にその倫理だったり、こうなんていうのか、あれとね、例えばこう患者さんがからこうここを触っていいですかっていうところあるじゃない。例えば男性のオステオパスで実際にこう女の方の例えば局部を触らなきゃいけないテクニックがあるとするじゃないですか。そういう時にこう口頭で、してもいいですかっていうのを取って、それプラス、紙にサインしてもらわなきゃいけないっていうところもあるんです。そういうのとかもしっかりやってるかとか、どうやってやるのかとか、そこら辺のこう基準がこう結構厳しくなってきて、それをこうどの世代、例えば70歳のオステオパスの人だったら、その時の当時は大学では全くそういうのは習ってないんですよね。そういうルールとかっていうものですよね。なのでこうそこら辺をこう規制を厳しくして、実際にこうなんていうんですかね、もうトータル的に全部できてないと通しませんよっていうような動きにはなってますね。ここはやっぱりアメリカも訴訟の国なので、はい、似てるなと思いましたね。ですよね、まあ、変わってきてはいますよね。はいはい、あと卒後教育ってこう DC ライセンスの中ではこう何かを取らなきゃいけないみたいな必須なものってあるんですか？それは州によって法律が違うのでなんですけれども、自分が持っているカリフォルニア州しか分かりませんけど、先ほど先生おっしゃった通りにだいぶ似てます。倫理ですとか、やっぱりトータル的な法律もそうですね。それがテクニックも入ってますし、それが診断学も入ってますし、はい、まあ、そういうものも全て通して年間24単位ということになります。それが私最初取った時は12単位で済んだんですけども、一気に倍に増えて、まあ、その間にですね、指紋も提出しなさいって言われて、指紋提出するためだけにアメリカに行ったこともあるんです。なので、まあなんかまあ、だんだん厳しくなってきてるのは感じます。ですよね、そうですね。であと日本人の方でこう DC ライセンスって持ってる方ってかなり多いとは思うんですが、こうライセンスをね、こう継続してる人たちっていうのはどれぐらいいるんでしょうか？わかりません。DC を取ってても必ずしもライセンスを持ってるとは限らないです、ね。なるほど。卒業して DC という称号を持って帰ってくる先生も多くいらっしゃいますし、というのは別にアメリカで開業するわけではないかという理由でもあるでしょうし、はいはいはい、私もそんな理由もちょっとあって、最初めんどくさいやと思ったんですけども、うちの父にですね、お前医者でお医者さんで医学部だけ出ただけで医師免許持ってないやつが医師って言えるかっていうようなこと言われてしまって、それもそっかせっかくアメリカに行ったんならアメリカのどっかのライセンスを取りたいな、取らなければいけないなって、それは当然だろうと思って取ったんですけども、ただですね、最初の頃帰国した当初、それを DC 他の DC の先生に聞くってことが失礼なことだったらしいんですけど、私はそれ知らないで20代の若かりし頃の私は平気でライセンスはどちらですかって平気で聞いてしまって、すごく嫌な顔をされて、これは聞いちゃいけないことなんだって思ってから聞けなくなりました。ただいろんな、例えばアメリカですとライセンスのもう公開されてるんですよね、誰がどういうふうにライセンスを持ってるかということで、でなので調べようと思ったら調べられます。 なので例えばちょっとやっちゃいますかぶっちゃけなのでやっちゃいます、ね、どうぞぶっちゃけられる分だけぶっちゃけてくださいじゃあぶっちゃけますよ。はい、例えばカリフォルニアこれって出るのかな、共有したらいけんじゃないですか。共有でできるんですかね、はい、あれ DC ってなんか卒業したらもらえるライセンスなんですか？ライセンスではないです、称号です。称号なんだ。そして、免許州のどっかの免許を取らないとライセンスはもらえなくて、ライセンスはどう、カリフォルニア州では DC って書くのは免許を持った人じゃないと書けないんですよね。
なので、卒業しただけの人たちが、もし、DC っていう名刺に書いてしまうと、法律違反になってしまいます。で、それは例えば、州ごとに違うんですか？そうだと思いますけど、私もちょっと、各州のことまでは分からないんですけれども、これはどうでしあ、来ょた。なんか来う？た。ヤフーが来ましヤたフーよ。ジャパンが来た。では、ここでカリフォルニアのボードのところで調べていきますね。いっちゃえ、そして、行っちゃいます。すはるい。と、ライセンスサーチっていうのが出てくるんです。やば。で、ここで見て、免許持ってます。次、カイロプラクターライセンスっていうのは、これ、カイロプラクター、カリフォルニアの、州政府のホームページです。ここにカイロプラクターのライセンスが出てくる。で、ここで誰が免許更新ちゃんとしてるかどうか、キャンセルになってるか。例えば、私の名前、後藤なら後藤と入れましょう。で、後藤で出しますと、一番上に私が出てきます。で、私の番号と有効であるっていうバリティが出てきます。そして来年の9月、これは私の誕生月なんですけど、9月まで有効ですよっていうのが出てきます。で、こういうふうにキャンセル、こういうふうに出てしまって、キャンセルの方は、もうこの時期、10月31日に免許切れですよっていう。すごい。なので、私はカリフォルニア持ってますよって言ってる先生、私何人か会ってますけども、入れちゃったら、分かっちゃうんだ。今やばいので、気になった方は、このホームページから行ってください。なるほど、それでチェックもできるってことですよね。そうですね、こういうふうなシステムも州ごとにいろいろありますので、公開されてますので、嘘は言えないですこね。れ、ライセンス失効したら、再取得って、もう一回もう全部やり直しですか？何か特別措置みたいな試験があるというのを聞いたことがあるんですけれども、受けた方の話を聞いたことがないので、ちょっとわからないんですよね。復活できるっていうことは聞きました。ただ、それもそれなりに難しいとも聞いてます。なので、それ以外でしたら、もう一回最初からやり直しか、今、僕の時代と今の時代と相当違いまして、カイロプラクティックの国家試験って、僕の時代はパート1、パート2、パート3までであって、あと理学療法って別にあったんですね。カリフォルニアの試験取るには理学療法を取らなければいけないのと、あとはガイネコプロクト、なんて言ったんでしょう、婦人科系と、それから前立腺の検査ですとか、そちらの方の実習の単位も取らなければいけないですね。で、それはちょっと、特別授業で受けて、そちらになると、うちの学校は模型で済みましたけど、他の学校行くと、生徒同士でお互いに大事なところを全開にしてっていう検査をしてるらしいです。そこで前立腺の検査をしたりとか、そういうことを通して取らなければいけないっていう、それをもう一回受け直さなきゃいけないのか、そして、現在はパート4っていうのができて、それが、パート4に合格すると、全米各州、ほぼ全米各州に申請すれば、免許が下りるらしいです。なので、そういう点もあります。パート4が僕の時代にはなかったので、ちょっとその辺のシステムはよく分からないんですよね。なるほど。日本とアメリカの、カイロプラクティックの、カイロプラクティックだけなのかどうか分かりませんけども、国家試験のシステムは全然違いまして、日本ですと卒業してからでないと国家試験って受けないですよね。そうですもね。うアメリカでは1年目が終わるとパート1で6科目、6科目だったかな。で、2年目が終わって12科目、もう、またさらに臨床科目取って、卒業手前でパート3で総合科目を取るんですよね。その途中で理学療法も、ほとんどの州が理学療法を取らなければいけないことになっているので、理学療法の試験も合格しなければいけないんですね。そして最終的に各州の開業免許を受けるために、カリフォルニア州の場合は4日間の口頭試問の、地獄に 地獄のような重箱の隅をつつくような質問がいっぱい出てきます。なので、そういうところ、そんなシステムでした。今はその実習の部分がパート4になっているので、ちょっと逆に言えばカリフォルニアに関しては緩くなったんじゃないかなっていうふうに私は思ってますけど、実際のところどうなんでしょうかね。オステオパシーはどうか、イギリスのオステオパスの場合はどんな試験を受けられたんでしょうかね。試験はですね、
2つあってこうそうですね最後の期末じゃなくてなんだっけ学校卒業試験みたいのがあってそれは本当に高等だけじゃなくてこうマジでこう見たこともない、患者さんをが用意されててその人を治療1時間半で問診検診、それからダイグノーシスってなんていうんだっけ名前出てこなくなっちゃったけど診断、はい、診断をして治療をしてそれからその、それを全部こう、ね、外部からと内部からの先生が3人合わせて3人来ててそのそこでこう目の前でやらなきゃいけないんですよ。でこうやっぱり緊張するじゃないですか。テンパっちゃって、ね、手汗握りながらやったのを覚えてますね。その後にあと2人、なんだっけなオールドペーシャントって呼ばれてるんですけどその新しい患者さんの他に実際に僕が見たことある、自分の学校でねその大学のクリニックっていうのがあってそれをずっと4000時間もやってないわい、まあ、最低1000時間はこうずっとクリアしていかないといけない単位があってそれを学校のクリニックの患者さんをずっと見ていくんですけど2年生から4年生までずっとで、まあ、そこで自分がピックアップしてどのこの2人患者さん2人をピックアップしてそれを実際に大学の試験の時に来てもらってそれを治療するってことをするんです。それで合計の点数が合格点に通るか通らないかっていうので僕2回落ちたかな。で2回落ちて情けの同じ年の12月にもう1回試験出してもらってそれでやっとギリギリ受かったって感じだったんですよ。でまあ僕の中で一番覚えてるのはこの模擬試験っていうのがあったんですよ。その 卒業試験の前のその模擬試験の時に来た僕のまだ見たことない初めての患者さんっていうのがもう本当に美人なフランス人のストリッパーの方だったんですよ。髪長くてこう目が結構大きくてスラッとしててでもう握手した時点でめっちゃいい匂いするんですよ。あこれやべえなと思ってやべえと思って別にこう体は反応してないんだけど手汗とあと心拍数があってそれ全部見られてるんですよ学校の先生に。あーこれ落ちるやつやんと思って治療所に入れるじゃないですか部屋に。でまあその時はまだねストリッパーだって分かってないからでもその見た時点でこれめっちゃタイプのやつだからどうしようと思って聞いててもう手震えながら書いてて見られてるから。で職業なんですかって言ったらテーブルでダンサーですと。で年はって言ったらちょっと年上の27歳ぐらいで、でどこ出身なのってもう発音聞いてたら速攻感じよフランス人だって。で、あフランスです、あそうなんだねって言って、あこれ落ちたなと思いましたね。で実際落ちたんですけどそうだからもう普通の問診の状態では入れなかったんですよ僕は。その時まだ当時26ぐらいかな、6ぐらいだったんですけど、もう本当になんか忘れないですねあれは、うん、でこういつもだったら問診だったら20分ぐらいで終わらせないといけないってところをこう30分か40分ぐらいかけちゃって、まあそれが押せば押すほどこの自分の診断とか検査診断とかね、それから治療する時間っていうのはどんどん少なくなっていくんですよ。でどんどん自分を苦しめてって最終的にあなたはここできなかったよね、ここできなかったよねっていうのが当たってこう E 判定か F、 E か F のちょうどで合格が D までなんですよ ABCD で。で僕は E と F のちょうど中間ぐらいでギリギリダメだねって言われたんですけど、まあ僕の中ではもうストリッパーって聞いた時点で僕はもうテンパってましたからねまあそういう試験があったのを覚えてますね。すごいぶっちゃけ楽しかったですよ。はい、楽しかった。でなかなかそういう経験ってないじゃないですか。それ一回ね、なんでそんな試験の時に来るんだろうと思うんですけど、まあそれがお試しみたいなもんですよね。どんな患者さんが来ても動揺しない。そうです、そうです。まあ、実技だったんですね。全部実技です。実技で
これを全部こう問診から全部取って、それを、一回外に出てその検査官のところに全部説明しないといけないんですよ。あ、はいはい、こういう人が来ててって全部見てるんですよ、この試験官も。それで、であんたどうしたいのみたいな感じで、こうしてこうしたいですと。でもこの疑いがあるので、こういう検査をして、で、もしこの検査でこういうのがこう問題なければこういうふうにしたいですみたいなことを全部説明して入っていくんですけど、もうそれどころじゃないですよ僕もうカタカナの職業で僕はもういっぱいだったんですよ。そんだけキャパが低かったってわけなんですけど、まあそれのおかげでこう2回落ちたってことで、やっぱり自分の中でこう修行になりましたね。そこからこう自分を変えていかないと卒業できないっていうのは分かってたんで、もう苦しかったですけど、まあその分今があるかなっていうのはありますよね。はい、米国のオステオパシック科大も、まあ、カイロと一緒で割とこう学年ごとにテストがあって行く感じですね。そうですそうです、うん、で最後にこうドンっていう感じじゃなくて、もう要所要所でそれを取っていかないと、関門突破しないと上上がれないですね、米国はね、はい、そうなんですよ。コメントがいくつか入ってきてたんですけど、おお、読んでない読んでない、なんでか、ちょっと見ましょうか。前から入ってたんですよね。はい、いっぱい入ってました、ね、じゃあちょっと面白そうなやつをちょっとピックアップしてもらっていいですよ。まあ、じゃあさっきのアジャストメントの時のお話でちょっとスラストの話があったんですけど、カイロプラクティックに関してだと思いますけど、スラストとアジャストメントは別物と思いますってありまして、なるほど、その通りですスラストの話にちょっと何でしょう、アテンションちょっと集中しすぎちゃいましたので、はい、まるで同一のものと考えたかのようにお話聞こえてしまったかもしれませんけども、そういうわけではなくて別物だということをお伝えしてくださったのと、あと修士試験の方、オレゴン州の試験はとても難しかったですよっていうことです。修士試験の予備授業でひたすら字のスライドを1時間見て、あ、これ大変ですね。これは僕経験ないですね。こういう経験はないですね。いろいろ国際基準を満たした脇毛脱毛とかのやばいね。それから、まあ、三本柱も知らないカイロプラクターが多いかなとかですね。あ、すいません、下から読んでしまって一番最初にお久しぶりですよ。大丈夫です、好きな順番で。まあね、確かにでも三本柱ってね、こう僕オステオパスでは4つあるんですけど、それを知らないなんちゃってオステオパスっていうのはたくさんいると思います、うん、まあそれはもうね、日本だけに限らず、まあ、世界にもいるとは思うんですけど、特にねやっぱりこう国がねこう認めてない、こうそういう職業を認めてない国っていうのはそういうのが起こる確率が高いですよね、うん、それがまさにこの日本っていうところでもあったりして、そこはね変わってほしいなっていうのはあるんですよね、やっぱりね。そうですね、うん、まあ、とりあえずなんか職業として国から認められたいっていうのはありますよね。あるね。僕は個人的にはそう思ってます。うん、うん、で噂で聞いたことがあるんですけども、日本ってまあ自治体が、専門学校とかは自治体が決めるらしいですけれども、自治体の許可が下りないと専門学校って認可されないんでしょうかね。それは、うん、東京はそうだっていうのを聞いたことあるんですけれども、例えば小島先生の学校ですとか、うん、どういうふうなところで、専門学校となるとまず規模ですよね。で建物とか総資産とか、あと教員数とか、はい、まあそれはもう本当にハードルが高いっていうのと、うん、まあですね、まあオリパラ関係で、まあ、厚労省とか東京組織委員会の人とかとまあ話すことが多くてまあオステオパシーはまあ世界的な基準から見るとやっぱり医療に分類されると、そうするとまあ医療専門学校としてやっていくのか、
まあ、大学でそういった部門を作るのかっていうことになってくるでしょうけど、まあ、医療となると、まあ、厚労省の管轄になるって言われたんですよね。だから厚労省が動かないとできないし、じゃあその日本のオステオパスを作るっていう時は当然その日本の基準を満たしてないとダメだっていうんですよね、うん、そうすると日本で日本が教えるその講師をじゃあ誰を講師として認めるのかって、そこがまずすごく、大きなハードルがまずすごくあるって言われたんですね、うん、誰をその教員として認めるのかっていう基準を作らなきゃなんないし、じゃあその基準は何になるのかっていうのもまだ全くそういうのがないので、そこは結構大変だろうっていう話だったんですよね、うん、で例えばその、まあ、海外の先生を呼んでとかってなると、まあ、日本の教育システム、日本のオステオパスを作るとなると多分ダメなんですよね、うん、日本の教員じゃないとダメなんですよね。でなぜなら日本は他国のライセンスを一切認めてないので、海外の講師全員海外の講師ですって言ってもそれは日本としては、まあ、絶対認められないってことなんですよね、うん、まあ、多いのはね、そのどこどこの国と提携してっていうのはあるんでしょうけど、それはその国のシステムであって日本のシステムではないので、うん、日本のオステオパスとしてはそれは認められないっていうのが厚労省の考え方ですよね。まあ、だからそこはやっぱり日本で日本の教育を作っていって、法制化を目指さないとなかなか先は難しいんだろうなと思いますね。でやっぱりね、その授業も日本語ですればカリキュラム数としてはそのまま時間数だとするんでしょうけど、一回じゃあ通訳が入ったとなると例えば2000時間っていうカリキュラムが通訳分引いたら相当少なくなっちゃうわけなんですよね、そうすると今度、まあ、オステオパシーの国際基準にも合致しなくなりますよね。それ通訳入ってるでしょってことになっちゃうんですよね、うん、そこも難しいところだと思うんですよね、うん、だから本当にその国のライセンスを取るっていうのだったらその国の言葉で実際聞いてその国のシステムで卒業していかないとダメなんだろうと思うんですよね、うんうんうん、なるほど、うん、わかりました、うん、ここでちょっと 4つ目に行こうかと思ったんですが、ちょっとティータイム入れていいですか、5分だけ、うん、ティータイムというかちょっと、手を洗ってきます。お手洗いルームにちょっと5分間っていう時間を作ってよろしいでしょうか。はい、はい、それでは5分後に、ちょうど今、9時52分すいません、遅く52分なので、9時57分には帰ってきます。はい、はい、ではそれではティータイム、はい、行きます。皆さん行きます。なんかカイロプラクターでアメリカの全州のライセンス持ってるとかっていうマニアな人はいないんですか。多分いないと思います。いないんだ。もうちょっとそのお金も資格ゲッターみたいなカイロプラクターはいないんですね。全州はいないと思いますね。うーん、あのコメントで、うん、コメントいただいてましたね。視覚障害の方への職域確保とかいうので裁判で申請できないって判決が出てしまったと聞いたけどというのがあるんですが、これは学校が申請できないっていうことが、それはカイロプラクティックとかオステオパシーの学校ってことかな。僕はちょっとこれに関しては全くわからないと言いますかね、まあ、あの学校あの法制か法制かって言っときながら、こういうことに関心を示してなかったなってすごく反省させられてしまいますね。教育レベルとか国際基準のこととかそんなことは言ってましたけど、なんかまだまだ足りないことがいっぱいあったなって今反省点が
いろいろと出てきました、うん、まあ、オステオパシーなんかは国際基準としてはカリキュラム数としては4200時間ぐらいなんですよ。あ、同じですね、カイロプラクティックも。そうするとね、日本で4200時間の教育を作ったときにね、誰が入ってくれるのっていうのがまあ現状ですよね。あ、日本でですね、うん、だから、うん、でそれで4200時間のカリキュラム作りました。だ出ても別にじゃあ国家資格とかあるわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね。だからみんな手っ取り早く、うん、そうなんですよ、あの寺子屋のような学校に行っちゃうか、うん、あのまあ、技術を磨きたい人は技術が早く手っ取り早くつなっちゃうとか、ね、そういうことになっちゃうのかもしれないですね、うん、あのそれか、ま、あの騙されて週末セミナーで2、3時間講習で、うん、はい、あなたは優秀A級でしたかとか、うん、もうあのライセンスビジネスみたいになっちゃいますよね。そうですね、うん、質問が今入ってますね。あのアメリカで実際に開業されている日本人の DC ってどのくらいいらっしゃるんですかってありましたけど、私は分からないですあのそういうリストもあるわけでもないので、分からないですね。先ほどのようにあのカリフォルニアでしたら実際にあの有効ライセンスが何名っていうのを割り出すこともできますし、僕も全員の日本人を知ってるわけではなくて、ごく一部しかわからないんですね、うん、でここでちょっと付随して言いたいところが、うん、あのな何かちょっと上下関係がいつの間にかできちゃうんですよね。であのアメリカで開業してるカイロプラクターがトップの方にいて、うん、そして次に日本にアメリカの大学を卒業してきた人たちがカイロプラクターとしてちょっと次ぐらいに来て、しかも東京エリアとか大都会でやってる方々が上に見られて、僕みたいに田舎にいるものはあのなんか全然話にもならない感じ で何度か国内のカイロプラクティックセミナーに参加させていただいたことがあるんですけども、あの別に DC だとかそんなことを言う必要はないと思ったんで普通に行きましたら、なんだこの見たことないやつっていうような態度であのすごく仲間外れにされてしまった、何度かあって、あもう日本のセミナー出たくないってトラウマになったことがあるんですよね、まあ、ちょっと横道にそれちゃいましたけど、ちょっといつの間にかちょっとそういう何て言うか順位ができてしまって、別にあの日本にいるからって私はあのまあ、自分はってちょっと言うのもあれですけど、あのアメリカにいるつもりで勉強を続けてるつもりですし、あのたまにあの私はアメリカでやってるんですけどって上から言われることもあるんですけども、言われる機会もないなと思うこともあります、うん、あの別に日本にいるだけですし、しかも帯広でしょっていうような感じで言われるとだから何って、帯広もあのうちにはあのアメリカのあのアメリカで12年間過ごして、神経学の学位を機能神経学の学位を取った池田先生がいらっしゃいますけれども、帯広の患者さんのレベル高いですねっておっしゃいますし、とても難しい患者さん多いんですよね、うん、だったら大きなことを言う方々、そのうちに来ている患者さんどうぞ見てくださいませ池田先生もおっしゃってますよって池田先生知らない方々はすいません、申し訳ありません。池田先生はめっちゃいいカイロプラクターですよ。僕も何度も話したことありますけど、ね、機能神経学ってかなり難しい分野だって聞いたことあるんですけど、その通りでしょうか、後藤先生。そうです、すっごく難しいです。まず、取るのも試験に通るのも大変ですし、うん、毎年そちらの免許更新も必要なんですけども、池田先生に聞いたところ、試験あの更新いらないのって一度聞きましたら、あの私今試験問題を作成している側におりまして更新は必要ないんですって、その時に初めて聞いて僕は腰が抜けましたね。すごいな、試験を今作る側にいらっしゃるんですよね、うん、あのアメリカに長年住んでたのにもかかわらず、あれほど腰の低い先生はいらっしゃらないんで、うん、カイロプラクターではいらっしゃらないと私は思います。大体の方々、まあ、あの私もそうです、アメリカに住んでた時はアメリカナイズしてて、帰国した時には
今思えばすごいクソ生意気なあの20代のだったんですよね。すごい尖ってましたし、あの家の中では一歩外出るとちょっとビビリなので、はい、あまり外も出たくなかったんですけども、それがだんだん日本の生活に慣れてきますと、自分が昔こうだったなっていうのが分かってきて、なのでアメリカに暮らしてる、まあ、アメリカに限定してしまいますが、アメリカに行くことが多いのでそうなっちゃいますけども、うん、たまにお会いすると、ああ、ずいぶん上から言ってくるなって、でも自分も人のこと言えなかったかなって反省することもあります、ね、まあとんがってたんですね、ツンツンしてたんですね、その時は。ツンツンして、そういう時期もありましたけどあのはい、1ヶ月以内には矯正しました、はい、でもあの髪型はいつも同じだったんですか、あの若い時も。若い頃ですか。はい、若い頃は、もあのアメリカ時代はぷっくりしてました。あ、なんか昔こうツンっていうジェルとかつけたりするってことなかったんですね。あ、ジェルつけてましたけど、パーマかけてました。すごい。これ打ち合わせないところだけど。写真は、あれ、ここには出せないですけど、あのないですけど、はい、あのフェイスブックの中にはあの昔のパスポート写真を見ると、誰って言われましたけど、はい、なるほどなるほど。あ、なんかさっきあのカリフォルニアのカイロプラクターのこうサーチっていうのがあったじゃないですか。ライセンスサーチ、実際に僕もあったなと思って自分の名前探したら出てきました。あ、そうですか。やっぱり、はいはい、あの更新してる方はやっぱりそういうふうにして、うん、あの患者さん側も調べると思うんですよね、どの辺に誰がいるんだろうかっていうのを調べて、ね、それで公開されてるんだと思うんですよね、うん、たまにいますね、あの聞いたらそこに見つけ、あのそこにちゃんと住所載ってるからそれで行ってくれって言って来た人は、でも1人か2人ぐらいですよ。でも他のなんかものを見てくる人の方が多いみたいですけど、あ、まあ、それをサーチを使ってきた人は多分この13年間の間で1人か2人ぐらいですね。僕は帯広の割には、まあ、30年近いですけども、はい、あの一応何名かいらっしゃいました。へ、ね、あのそれを見てカリフォルニアの免許を持ってるんですねっておっしゃっていらっしゃいます。うん、あ、質問が入ってますね。はい、どうぞどうぞ。目指して活動されている日本人はどれぐらいいらっしゃるでしょうかということですね。現地に目指してどれ、それもわからないですね。僕もわからないんです。わからないことだらけで申し訳ないですね。あの答えられなくて、あの日本に今 DC が何人いるかも分かってないですし、海外に何人いるかもわからないです。私が帰国した当初は50人って言われてたんですけども、うん、僕のなんでしょうかね、データはそこで止まっちゃって、あ、一時期ちょっ とあの私の黒歴史がありまして、あの DC ジャパンというのがありまして、あのカイロプラクティックの法制化を目指す会を作りましょうって言われて、まあ私もじゃあ法制化するんだったら私も参加しますって言われたら、なんかまんまとはめられて会長にさせられて、まあ、あの操り人形のようにしようとしたんでしょうけど、私はそう簡単に操り人形にされたくなかったんで、その時に日本に DC 何人いるかっていうことを調べて、約100人、今から約10年前ですけども、いやその時で 100人おりました、あの調べた結果、うん、でもその後は調べてませんので、すいません、よくわかりません、申し訳ありません、もうそういうことはしませんので、あのそういうことしないというのは、あの操り人形になさせられそうな場所には私は顔を出さないことにしております